表参道のスパイラルに来ています。こちらのスパイラルガーデンでベンジャミンリーテ2021が開かれています。こちらスパイラルガーデンにはさまざまな著名人たちのポートレート作品が並んでいます。建築家の隈研吾さんのお写真もありますね。お隣には筑紫哲也さんもいらっしゃいます。そして音楽家坂本龍一さんですとか作家の村上春樹さんのお写真もありますね。ベンジャミン・リーさんが撮ったお写真ご覧になっていかがですか？いや、このね、この撮った日はなかなか忘れられなくてね、いやもうね、その国立競技場の上をね、何回ヘリコプターで回ったか分からなくて、それに僕の顔と国立競技場どっちにも映んなきゃいけないっていう角度を飛んでるヘリコプターだから探すっていうのはものすごい大変で、ぐる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 で目が回るぐらい回って、それも角度をつけて回るからね、結構おっかなくてね、忘れられない撮影でしたね。彼はあんまり単にこう美的感覚だけじゃなくて、都市の文脈の中でその建築がどういうふうな位置づけにあるかとか、この街の中でその建築がどういうふうに位置づけにあるかっていうのを美的にだけじゃなくて、ある種知的に社会的に判断してるんだと思うな。だからそのフレームがパッと見つかるんだと思いますね。内面まで入ってくるような内容ですよね。その人がやったこととか、そういう内容をしっかり捉えて、作品してますよね。問題意識のある人はずっと撮り続けてほしいという感じですね。草間さんの場合も、非常にオーラのあるね、存在感の強い方なんですけれども、どこかこうあどけないチャーミングな、ユーモラスなところもあるんですね。そういう草間さんの魅力をうまく引き出していると思いますね、この作品なんかね、瞬間をね。これもだからただ単にポーズつけて撮るというなしに、普段からこう日常的にお付き合いをしていろんな話をしながら、そういうふうなそれぞれの人の持ち味を写真の中でうまく捉えるっていう、そういう意味では、すごくいい肖像写真家と同時に、写真家として自己表現をポートレートを通じてしている人というふうにも言えるかもしれませんね。こちらは新しい試みのシルクスクリーン、芸術家草間彌生さん、そしてピカソがモチーフとなっています。1枚ずつ異なる色合いで表現されています。テキスタイル織物のコーナーです。ニューヨークのメトロポリタンミュージアムにも収蔵されているテキスタイル作家山口秀夫さんとのコラボレーション作品です。ひときわ存在感を放っているのがパノラマ写真を生かしたトリプティック3枚組のポートレート作品です。太鼓アーティストのエヴァ・ケストナーさんを日本各地で撮影した作品です。とても素敵な衣装ですけれども、こちらはどうされたんですか？これは写真家のベンジャミン・リーさんが、デザイン して、そのインスピレーションのもとはピカソの絵に、よくサーカス芸人が描かれていたんですけれども、それにインスパイアされて、それを現代風にアレンジした衣装となっております。すごく、厳しい時代でもありますので、こういう喜びと希望と愛を皆様に届けたいと思っています。今のコロナの状況の中でこのように展覧会をしていただいて、で人が集まるというのはよろしくはないのかもしれませんけれども、でも何かを発信するというのは今の時代とても必要だと思っているので、そういったことをここに映っていらっしゃる方々もやろうよというふうな形で、皆さんのそういう一歩踏み出す、そういったところの意思に共感をした、それで応援をさせていただきたいなというふうに思いました。ベンジャミン・リーさんがこの展示会に込める思いを語ってくれました。I think by showing the various styles and kind of type of portraits that I do and the different approaches, it's not just a, how to say, one particular style and it never changes. But if you look through my different portraits of different personalities,
they change with the personality. And I think that's something that you have to do each time when you work with, you know, somebody famous or a special creator. I think you have to think of some different way to interpret it than which is your own personal vision. So I hopefully I've succeeded in some of the pictures, and I hope some other artists will be inspired to create something new themselves. But I'm always looking for new possibilities. Like, for instance, the Harlequin of Hope series I created with Ava. We did that. We started that last August, and we did it as a kind of like a symbol of optimism and hope, especially during this particular, you know, period. It's you know, it's a bit depressing. People are restricted. They can't do this. They can't do that. But we wanted to create a little symbol of, you know, hope and optimism. And so we decided to do that through Ava's music and through the character of the Harlequin. ベンジャミン・リーさんの言葉通り、この展示会が多くの人々の交流につながって、魅力あふれる作品が日本のみならず世界の人々に届くことを期待しています。ベンジャミン・リー展2021は6月27日まで開催されています。